あれから2ヶ月経ちました。いつからですか。まっすぐな男、マックス・オリトーブ。まっすぐ生きなきゃダメですよ、男は。男はまっすぐ。まっすぐ生きなきゃ、どんな時も。どんな時もまっすぐ。どんな時もまっすぐ。マックスでまっすぐ。ということで、はい、ドリフト魔王決定戦、2回目です。またやるんですか。っていうか、お前がやろうって言ったんでしょ。でここでお前さ、はい、練習したおかげで D1 で準優勝。あ、おかげさまでありがとうございました、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日はね、はい、優勝した人が来てるはずなんだけどね。いないですね。いないですね。風間選手ですよね、優勝した人。優勝した声がすみません、2ヶ月も山の中ちょっとさまよっちゃいました。あ、なるほどね。はい、あのね、やむな、急カーブ。いや、急カーブは気をつけましょう。はい、交通事故が起きるかもしれませんから気をつけましょう、ね、はい、ということでお願いしました。ドリフト新魔王決定戦、はい、まあ、前回を見るとね、はい、どんな車に乗っても風間やっちまいますのでね。そうですね、車がどうのこうのじゃないですね、ヤッホーですからね、ヤッホーですね、まあ、そこ行くとね、オリドの方がまだこうみたいな感じのね、車を評価しながらドリフトをしていると、今回はどんな車が登場するのか行ってみたいと思います。ドリフト追走バトル、 D コーポレーション 1ATSX バーサスヤシオファクトリー F15。 僕が一番評価高かった G コーポさんの 1AT で、岡村さんちのお金のかかってる 1AT に頑張って食らいついていきます。頑張ります。オリド壊すなよ。ああ、岡村さん壊さないように頑張ります。峠ドリフト準決勝、まずは G コーポレーション風間が先行だ。さあ、このちっこい民、風間はいきなりすごい角度で振ってきた。オリダーはちょっと出遅れ気味。 G コーポレーションリードのままバトルは後半セクションへ。やっぱ風間はね、どっちかというと回転ずっと上げてられる、アクセル踏んでいられるドライバーなんでね、繋がりますね。すげー、アクセル床までベタ踏みで流しまくってる。1本目は終始リードを保った G コーポレーションの勝利。さあ、前後を入れ替えての2本目。おっと、あるんだよね、この車は。勝負は1対1でサドンデスへ突入。よし、行くぞ。いやっほー。ハイテンションモードに突入したオリダ、ストレート区間を振り返しでつなげてきたぞ。ここで戻っちゃうんだよね、風間ほどは。岡ちゃんのはずっとドリフトを維持し続けてるんだけど、やっぱり一回戻っちゃうっていう。よしよし、戻った。よしよし、やった。もしかしたらやったかも。お互い一歩も引かない展開で超接近戦のバトルとなったサドンデス。ストレートで一回グリップが戻った G コーポレーション風間に対し、オリドヤシオファクトリーは終始安定したドリフトを披露。決勝へはヤシオファクトリー F1 号が進出。
車はね、八潮が勝ちですけど、テクニックは風間の勝ちです。禁断の峠ドリフト追走バトル、風間オートサービス VS 八潮ファクトリー。まあ、バトルというかね、2人でこう派手なねパフォーマンスを楽しみたいと思います。まあ、どっちが勝っても負けてもすごい走りをしたいと思います。これもまたさっきと一緒でいい絵が撮れると思います。はい、白煙もくもくの映像をお楽しみに。さあ、どんな戦いが見られるでしょう。まあ、これね、もうどっちも優勝を上げてもいいぐらいのレベルの高い車です。それではご覧ください。どうぞ。いよいよ決勝戦、予選評価1位の風間オートに対し、ヤシオファクトリー F1 号はどんな戦いを挑むのか。おー、いい勝負だね、これね。これはいい勝負、いい勝負、いい勝負。あー、俺の何にもできない。見えない、見えない。作戦成功。煙幕攻撃でご機嫌な走りを見せる風間、ストレート区間も流しっぱでつなげてきた。これは辛いな、オリド。相手に合わせることができない。食い込んだ。食い込みはしたけど辛いでしょ、これ。見えないよ、何も見えないよ。ヘアピン区間までは風間オートをぴったりとマークしていたヤシオファクトリーオリド。だが600馬力の煙幕パワーの前に本来の走りができず。1本目は風間オートサービス JZX100 の勝利。風間オートのドリフトに合わせていくとグリップしちゃうんだろうね、ヤシオファクトリーのはね。それをなんとかパワーでつなげようとするんだけど戻っちゃうという。やっぱりね、この差じゃねえかなっていうね。バトル2本目。って誰か言ってたな。うわ、タイヤが垂れてるな、辛い。タイヤが辛そうな風間オートに対し、先行でバナナを得た猿状態のオリダーが逃げを図る。グリップでは筑波で59秒台をマークするヤシオ号、ドリフトでも車がどんどん前に進んでいる感じ。風間オートの車はスピード的にはちょっと辛いかな。タイヤ終わっちゃってる。うわー、タイヤ終わっちゃった。あ、なんかデフから嫌な音した。バトル2本目は先行のオリダーが意地を見せ、全てのコーナーで完璧なドリフトを披露。風間オートは600馬力のパワーにタイヤが悲鳴を上げ失速。果たして栄冠の座はどちらの手に。下辺の質問コーナー。ドリフトのきっかけに使うサイドブレーキテクニックと飛距離を伸ばすサイドブレーキテクニックとの違い、使い方を教えてください。あ、多分一緒だなそれな。お邪魔しまんにゃわ。まあ、あの秋元さんのご質問ですけど、あの先ほど先生方は一緒だろうと。一緒だね。それが違うんですよ。違うの？何がどう違うの？あの一瞬向き替えするときっていうのはこうクラッチを切らないんだよ、サイドポンって引いて、まあ、フットブレーキもそうですけど、そうすると車の向きがなんて言うんでしょう、なんちゃってブレーキングドリフトみたいな感じ。あと飛ばすやつってのは？飛ばすやつですか、うん、まあそうですね、ノーブレーキからクラッチ切って一気にサイドブレーキをガチューンって引くような、うん、その時はブレーキ使わないんだ。ブレーキは本当一瞬最初にこうサイドブレーキを引き上げるときに効かせるために一瞬フットブレーキをポンって踏むんですけども、その後はクラッチ、サイドだけなんです。もう親の敵ぐらいです。
はい、もう魂を込めて弾きます、ね、いろいろ使い分けてるんですよ、ね、はい、使い分けてるんだね、もう使えるものは全て使う、あと、そうしましょうか、大丈夫、メモしたから、なるほどね、はい、ということです、はい、大勢に挑む、やっぱり 4AG でドリフトを進めていくとどうしてもエンジンブロー、ミッションブローが出てくるんですけど、そういうデメリットを消しつつ、なんか続いてはワクワクドリフト、あーやばトルクあるからこの上りが結構いいかも、あーやっぱエンジン伸びる、2リッターを乗せてもステアバランスは崩れてなさそう、86に 3S って結構ありじゃん、エントリー2、お次は 13B ターボをスワップしたアリオスロードスターが登場、どうしてもコンパクトのドリフトカーって86っていうイメージがあるので、それを打ち破るべくロードスターでやりたいなっていうのはあるんですけども、小さくてもかっこよく走るためにパワーを上げたりとか外装を作ったり、ワクワクさんはセナ足取りで超ご機嫌でも、あステアリングのこれ足かな、こう片側のロールから振り返しに行くちょうど真ん中らへん来ると接地感がどっかなくなっちゃうんすよ、エントリー3、前回登場一山のリベンジに燃える G コーポレーション 1ATSX、コンセプトは、埼玉県のね、今回お店2軒出てますけど500馬力、600馬力に負けない、足回り重視の、車作ってきました、シルビア使いワクワクさんの評価は、あーニートさんのつながりもすごいいいかもしれない、こうフロントの応答がとってもいいです、ちっちゃい打角で車の向きがこう早く変わってってくれるんで、この角度ドリフトショップ G コーポレーションの面目役所マジすげえ、エントリー4、600馬力の直六ターボ風間オートサービス JZX100 が登場、基本的にはもうグリップの足になっちゃってるんで、あんまりドリフトっていう足は気にしないで作ったんですけども、ちょっとドリフトだと柔らかめかなっていう感じ、 D1 では600馬力のスープラを操るオリダ、フォードアセダンマーク2の印象は、これバカっぽくていいねこの車ワクワクさん600馬力をどう料理するか、シフトミスしてもなんで横になってんのこれ、すんげーエンジン笑うしかないです、すごい、エントリー5、おなじみヤシオの F1 号シルビアがド仕様でエントリーだ、まあ出てくる連中がみんな俺の弟子なんで、まあ 100% だと思います、お願いしますよ本当に、シルビア乗りワクワクさんの評価は、ここも4000回転を トラクションすんごいかかる、あやべーこれもいいぞ、全車それぞれの特徴を生かした甲乙つけがたい仕上がり、決勝へ進むマシンやいかに、見えませんあれは優勝はジャカジャン、やったこれはねすっげえ嬉しい、すっげえ嬉しいもらったの初めて、嬉しい、ほんとほんの初めて学校の時もないもん、はい、結果発表、さあまたまた楽しみな結果発表になってまいりましたけれどもね、え5位からいってみましょうか、5位、80点、85点、85点、これはまあ揃ってますね、ロードスター面白いね、ドリシャはね、あの重捨てはカウンター当てた後戻らない、
しいですね。やっぱファーストエア欲しいですね。電動ファーストを利用するって考えてるんで、はい、これいろいろちゃんと煮詰めていけばこのエンジンはポテンシャルあるかもしれないですね、はい、そうそうそう、この軽い、アバウトで作っただけで、ね、まだまだ煮詰まってないですけど、ね、完成度は低いんで、ね、ただいい方向にはあると、はい、そういうことですけどもね、はい、第4位、はい、75-88-88 ね、ドン石田さん低いですね。86 86、さあどうですか。はい、はい、やってます。はい、石田さん、エンジン100点、風間、さすがにいいスタートルクアル、ギア比、車の動き穏やか、ステッと跳ねる、そんな感じのコメントでございます。全然ドリフトには触れてないんだね、その辺いかがですか。あのプロの方々に乗ってもらえるっていうことで、あのタイヤをちょっと高級なの入れすぎちゃいましたね。